二岡智弘は、広島県三好市出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は、読売ジャイアンツ三軍監督、広島県三好市出身。同じプロ野球選手の福原忍と小学校から高校まで同窓であり、中学校までは二岡がエースだった。1993年の秋、翌春の選抜高校野球大会の実質的な予選となる。 広島研修期大会に選手として出場。10月2日に行われた同大会の準決勝を応援に向かった両親が交通事故に遭う。二岡は準決勝戦の終了後に母親は無事だったが父親が意識不明であることを知らされる。当日夜は病院で父に付き添い、10月3日の決勝戦へ臨むこととなった。決勝戦は 広島商業と対戦し9回裏西まで8から0とリード、福原が完封目前だったが中井哲之監督の配慮で二岡が当番、3級三振で試合を決めた。父親は10月7日に高い。この経験からプロ入り後親が交通事故にあった小中学生を試合に招待する活動を行うことになる。1994年には福原との2枚。 エース県三粒手のレギュラーとなる。この年の広陵高校は、全国高等学校野球選手権広島大会の優勝候補筆頭であったが、3回戦で荒井高広のいた広島工業高校に敗れた。高校卒業時にプロからの誘いもあったが、もともと進学希望であったのでこれを断り、近畿大学に進学した。なお、実家も広陵高校野球部に所属し、 1991年の第63回選抜高等学校野球大会の優勝メンバーだった。進学した近畿大学では1年生時からレギュラーとなり、7期連続ベストナイン、関西学生リーグ通算91試合に出場し、打率324、13本塁打、70打点、114安打を記録し、藤井明人らと共に、 大学日本一など多くのタイトルを獲得。1997年には春、秋のリーグ戦、大学選手権、明治神宮野球大会、社会人選手権優勝チームとのアマ、大座決定戦のすべてで優勝し、史上初のアマチュア保管達成の原動力となった。同年8月には、アイブフインターコンチネンタルカップに日本代表として出場、優勝メンバーの一員となる。 1998年のドラフトでは、ニオカの獲得をめぐって、地元球団の広島東洋カープのほか、阪神タイガース、読売ジャイアンツが争うこととなった。広島は、地元出身のニオカを高校時代から評価しており、同年春の段階で、希望入団枠制度枠による獲得を目指すことを、早々に公表。 また希望枠による選手獲得は二岡以外には行わない姿勢を見せた。阪神も二岡が地元関西の近畿大学在学とあって同年春に1位指名を表明したものの一時は全国高等学校野球選手権大会で大活躍した松坂大輔指名に傾くなど迷いを見せ秋になって再度二岡カ指名を表明した。広島スカウトの宮本洋次郎は 近畿大学在学中の4年間常にニオカをマークし、全日本代表に選ばれた際には、オランダイタリアまで遠征し、1998年秋の時点で広島に来てくれるという確かな感触を掴んでいたという。球団も野村健次郎の後継者として期待していたが、最終的にニオカは、ドラフト直前になって一気に交渉を進め巻き返した巨人を逆指名した。 入団断りの連絡が大学関係者から広島球団に入った際、諦めきれなかった宮本は、僕は二岡くん本人から入団断りの言葉を聞いていない。それを聞くまでは下がれませんと食い下がったが、宮本が二岡本人の言葉を聞くことは最後までなかった。ドラフトから3年後の2001年9月に出版された 青い空を見上げて読売ジャイアンツニオカとモヒロにおいてニオカの母はニオカ本人が当時自分では決められないくじで決めたいぐらいだというほど悩んでいたこと広島を拒否などとみに覚えのない発言や契約金をめぐった憶測を記事にする報道に対して本人がそれまでに見たことないほど怒っていたこと広島をひっそりと出発せざるを得なくなったことに対して何も 悪いことをしていないのにと複雑な気持ちだったことを明かした。だが2012年3月15日、朝日新聞長官にて1998年のドラフト指名に際して最終的に巨人から、二岡かに5億円対談時の厚労金7000万円、出来高3000万円が支払われていた疑惑が報じられる。契約では、 旧会で定められた最高標準額1億5000万円を超過する金額については、複数年の分割払いとし、各年の出来高条件の一部をクリアした場合に支払われるとされていた。巨人にとって出来高払いは、税務上、契約金の分割払いとみなされ、通常の出来高払いとは違う会計処理をしていた。2億も税務申告する際、 契約金の一部であることを明らかにしていた。ルーキーイヤーの1999年、長期にわたり、巨人の遊撃手のレギュラーだった、河合正弘からポジションを奪取。その河合は、ショート鬼岡がやるんだったら、私はサードでもセカンドでもどこでもできますよ、ということをアピールしてやろうという自身の心境を辞書で書いている。126試合に出場し打率、289、 18本塁打の成績を残した。例年ならば新人王に選ばれても決しておかしくない活躍だったが、同期入団で当主主要タイトルを総なめにしていた上原浩二が新人王に選出された。2000年はシーズン序盤から右手親指の故障に苦しみ、118試合に出場したものの規定打席には大きく届かなかったが、シーズン後半には 優勝争いをしていたチームに復帰し、7月16日のタイヤクルト戦でサヨナラ本塁打を打ったほか、9月24日の対中日戦では、巨人のセントラルリーグ優勝を決めるサヨナラ本塁打を打った。2001年は開幕直後から陥ったスランプと7月19日の対阪神戦で追った左手有甲骨,骨骨折で苦しみ、86試合出場に止まった。 2002年は、新監督の原辰則の構想で、当初2番を予定していた、西都志久が開幕から不審に陥り、シーズン途中から2番打者として、定着、5月末に、ふくらはぎ通などで一軍登録を抹消されるなど、この年も故障に苦しみながらも112試合に出場し、巨人の遊撃手としては、初の20本塁打以上となる24本塁打を放った。 同年秋の西武との日本シリーズでは、シリーズ史上初の3戦連続猛打賞、第1戦の第2打席から第2戦の第2打席まで5、打席連続安打、第3戦では、満塁本塁打を放つなど4試合通算で19、打数9安打、打点後の成績を残し、日本シリーズ MVP に輝いた。2003年5月15日の対横浜戦で、 自身初の1試合3本塁打を記録。チーム内に故障者が多発する中、自身初の全試合出場を果たし、初の打率3割、自己最多の29本塁打、67打点、14盗塁を記録して、ベストナインを受賞した。だが、翌年2004年の春季キャンプ中の紅白戦で、左足ふくらはぎに肉離れを発症してしまう。 故障者続出のチーム事情から調整不十分での出場を余儀なくされ、91試合に出場したが、本類だは一桁の9本、盗塁はプロ入り初の0に終わるなど成績は大きく低下する。また、この年より、交通事故で親が死亡あるいは重い障害を負った、小中学生を試合に招待する、ニオカボックスの実施を始めた。2005年は、 開幕から40試合本塁打がなく、シーズン初本塁打は、大ソフトバンク戦で打ったランニング本塁打だった。8月12日の大阪新戦で打った、さよなら本塁打により、同一リーグの対戦球団すべてから、さよなら本塁打を記録。夏場になると調子を上げていき、8月30日から9月29日まで22試合連続試合安打を記録するなど安打を量産し、 自己最高打率を更新した。オフの12月18日、フリーアナウンサーの持ち入千春と結婚した。2006年4月30日の対中日戦で、日本プロ野球発の2打席連続満塁本塁打を、含む3本塁打10打点を挙げた。6月8日の対ソフトバンク戦で、球団第71代目の4番打者として、先発出場。 巨人のハエヌキ選手での4番打者は、高橋義信以来7年ぶりであり、巨人の4番、遊撃手は1961年の長島、修行以来35年ぶりであった。その後も安定した成績を残し、夏に喉に投球を当てたり、終盤に膝痛を発症し、前半戦は、主位打者争いを演じていた打率は3割を割るほど、低下しながらも試合には出場し続け、チームが、 ビリクラスに低迷する中3年ぶりに前、試合出場時を吐いた。2007年は開幕戦こそ怪我で欠場したものの、4月1日の対横浜戦でシーズン初出場。この年は主に5番での出場が多く、3割には惜しくも届かなかったが、2年連続で20本塁打をクリアし、自己最多となる83打点を挙げた。2008年は高橋義信に代わり、 第15代目巨人軍選手会長に就任。同年の開幕戦に出場するものの試合中に右ふくらはぎを肉離れし、翌日より2軍調整。当初は7月11日に復帰する予定だったが、後日の山本もなとのフリースキャンダルが発覚したため、延期となった。7月20日の横浜戦で1軍復帰したが、声優劇種の座を、 当時19歳の坂本隼人に奪われていたため、三塁手としての出場となった。その後9月14日に右足首を捻挫して、再び二軍落ちするとこれ以降一軍に復帰することはなかった。自己最小の31試合の出場に終わり、チームはリーグ連覇したもののポストシーズンにも出場することなく、そのままシーズンを終えた。日本ハム時代2008年11月14日、 マイケル・中村、工藤・隆人との交換トレードで臨床班と共に日本ハムへ移籍。なお、選手会長の任期1年での解任と選手会長がトレードに出されたことは異例中の異例で共に球団史上初めてのことである。11月25日に札幌市内で入団会見を行った。背番号は 7以外なら何でもいいという本人の要望により23となった。2009年の春季キャンプでは足の故障の影響で中盤から別メニューで調整し終了後も2軍調整していたがオープン戦期間中に1軍復帰。3月14日に行われた中日戦で試合途中に遺跡後初出場。3月17日の巨人戦では遺跡後初安打を放った。 シーズンが始まると、4月4日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で移籍後シーズン初安打を、4月7日の千葉ロッテマリーンズ戦で移籍後初本塁打を打った。この年は、自身初となる指名打者枠でオールスターゲームのファン投票で出場した。代打としても21回起用され、代打での打率は400だった。2010年4月15日から4月18日、 5月16日から5月22日、5月29日から6月2日までと4番遊撃手、三塁手、指名打者で出場した。5月19日の巨人戦で、ティッキー・ゴンザレスから本塁打を打ったことで、セッパ中に球団すべてからの本塁打を記録した。また、2年連続指名打者枠で、オールスターゲームに出場した。シーズン10月19日に痛めていた。 右肘の手術を行った。2011年5月7日の試合で、勝ち越しのホームランを放ち、ヒーローインタビューを受けた際に同じく、ホームランを打った中田翔に対して、中田の品のないホームランよりは、僕の方が、品があったんじゃないかと思いますと、写楽で札幌ドームの日ハムファンの笑いを誘った。シーズンを通しては、様々な故障を抱えていることや、 稲葉厚引やマイカホフパワーが一類一種で使われるようになったことなどがあり、守備には一度もつかず、出場数が減ることとなり、主に指名打者もしくは代打での出場が主となった。7月9日の試合で、川岸剛しから代打満塁本塁打を放った。2012年は打率353と高打率を残し、特にスタメン時は打率444。 得点圏打率343と勝負強さを発揮した。契約公開では、球団からは前年まで3年連続ダウン提示を受けこの年もアップ提示はされず現状維持を提示されたが、ニオカは保留せずサインした。2013年もシーズン序盤から代打要員として一軍に帯同していたが、両膨らはぎの不調もあって5月30日に,に軍降格。 10日間の調整を経て、再び一軍に復帰するも本来の調子が取り戻せず、42打数3安打、打率、071とシーズンを通して、不調に終わった。10月3日に、球団から戦力外通告を受けた。日本ハムからの戦力外通告後は、12球団、合同トライアウトへ参加しない一方で、2013年の各球団の仕事納めを期限に、 現役続行への道を模索。しかし、期限までに、どの球団も、関心を示さなかったことから、将来の指導者転身を視野に、現役からの引退を決意した。2014年1月9日に、現役引退を表明。引退を決めた理由については、そう、こう、守る全部できないと意味がないという表現で、下半身の故障によって、 守備や走塁を満足にこなせないことを挙げた。15年間の現役生活については、怪我が多かったことには、悔いがない。完全燃焼できたという言葉で、すがすがしく10回した。引退会見は、日本ハムに軍寮の食堂に急遽用意された、会場で行うといった簡素なものであった。引退後は、国際スカウトへの助言を目的に、古す、巨人と、 業務委託契約を締結する。フロントには所属せずに日本の他球団に所属する外国人選手やアジア各国のプロ野球選手を日本のプロ野球に適合するかという視点から球団の必要に応じて幅広く調査する。このような契約を結ぶ背景には、におかにグラウンドの外からバッティングを勉強したいという意向が強いことや巨人の国際部に 日本人のプロ野球経験者が少ないことが挙げられている。その他に北海道放送ヒテレジータスの解説者として2年間を務めた。2015年10月27日、2016年から巨人の二軍打撃コーチに就任することが発表された。12月15日、背番号は75と発表された。3年ぶりの現場復帰。また、 2017年からは一軍打撃コーチに就任した。岡本和馬に助言を送り、急成長に寄与したが、2018年10月22日に退任が発表された。2018年11月8日、ベースボールチャレンジリーグの富山、GRN サンダーバーズと監督就任で合意したことが発表された。2019年シーズンは、 前期は優勝マジックを点灯させながら2位であった。後期は3位に終わり、シーズン終了後の9月17日に、今シーズン限りでの退任が、球団から発表された。理由は明らかにしていない。2020年から読売ジャイアンツに3、軍総合コーチとして復帰することが、2019年11月29日に発表された。 2020年8月1日からは3軍監督に就任。グラウンドや打席ではポーカーフェイスを貫いている。これは中学、高校時代の野球選手はグラウンドで歯を見せるなという教えを守っているためであるという。右に打つ技術はトップクラスであり、2007年の本類だは半分を右に放ちミスター宇宙館とも称された。守備では 肩が抜群に強かった。日本ハム時代は、巨人時代からの古傷の下半身の故障の影響も、あり DH の出場が多く、ショートを守ることは少なかった。2011年以降は、大打起用がほとんどで守備につく機会はなかった。2003年オフに、それまで個人シートを設置していた、河合正弘が中日ドラゴンズへ移籍したこと、打率300。 29本類打の高成績、ベストナイン受賞、年俸1億円突破などの功績で主力選手と認められたことで2004年シーズンより2岡の自費で観客を招くオカボックスの設置が球団から許可された。このオカボックスは本人の交通事故によって自分と同じような境遇にある子供たちに僕のプレーを見てもらいたいという希望により交通事故で 親が死亡、または重い後遺症を背負った小中学生を対象に東京ドームで開かれる読売ジャイアンツ主催のプロ野球公式戦の全試合に各試合を人数を招待するための席として設けられた。ニオカボックスの実施により2004年11月には独立行政法人自動車事故対策機構から感謝状を贈呈されている。2008年7月6日に 東京の広島県出身である山本もなと共に東京都品川区五反田のラブホテル街に出入りしていたという記事が2008年7月10日発売の女性週刊誌女性セブンに写真付きで不倫スキャンダルとして掲載されたプロ野球史上最も歴史が古い巨人は長年巨人軍は紳士であれという伝統を受け継いでいるためその伝統を汚してしまった このため一軍復帰は見送られた。同年のシーズンオフをもって、臨床班と共に日本ハムにトレードとなる。長年巨人を支えた看板選手の一人でなおかつ当時は選手会長であり、その年は故障で若い坂本にスタメンを奪われたものの当時32歳で、まだまだ坂本ら若手と競争となってもスタメンを脱回できる機会や実力はあると思われたため、 一シーズンの不審でトレードされたことについてはこのスキャンダルが原因と考える世論も多かった。同時にトレードされた林もプライベートでのスキャンダル疑惑が当時写真誌に報じられておりそれらの報道の審議がどうであれ球団のイメージダウンにつながる可能性もあるためニオカともに球団のイメージダウンを嫌って追放されたのではと週刊誌等で憶測が流れていた。ニオカは 髪を丸刈りにして、この騒動を謝罪した。その後、ニオカは7月20日の横浜戦で、7番、三塁として、スタメン出場して復帰したが、横浜ファンからは練習中から、痛烈なやじを浴びせられた。この試合では2打数無安打、また自身初となった三塁の守備でも一失策を、記録し、6回一四万塁の場面で打席が、回ってきたが、 高橋義信が代打に送られて途中交代となった。2011年3月11日に発生した東日本大震災の義援金として日本赤十字社を通じ200万円を寄付している。ありがとうございます。